こんにちはのぶ吉岡ですのぶジャイブファミリージャイブ動画講座始まりますえ本日のテーマは対面コーチこんなことやくよくあるよねっていうところでえ動画ですえこれちょっと失敗しちゃったんですねえだからどこを修正すれば う、えー、うまくいくいいかっていうところをちょっと、ね、やっととやていいきたいと思います、えー、これ、セール返すときにね、あのー、マストが体に近づく、近くに寄りすぎちゃって、えー、セールが引っかかっちゃって、体にチンしてしまうということなんですね。これ、私もね、たまにあるんですよ。えー、これね、えー、なぜかっていうとこ、えー、そこをちょっとね、えー、動画で見ながら修正していきたいと思います。えー、いいですか。えー、じゃあ、まず動画を見ましょう。 ね、結構ね、これうまいんですよ、実に。おー、いい感じ。おセール返す。お引っ、光った。セール返す。お引っか、光かってしまった。ね。ギューっとここまですごいんですよ。セール返すときに、カッて光っ,かかってしまった。っていうとこですね。<coughs> あ、すみません。えー、これをちょっとね、えー、細かく見ながら修正していきます、えー。ポイントはセール返す時のポイントっていうところでちょっと、えー、集中して見てみましょう。まあ、この辺はね、すごいんですよね。レール入れて。 ね、グッと来て、ほら、おお、いいじゃないですか。おお、ジャブの出口しっかり見てる。いいねっていうとこです。はい。細かく見ていきます。おお、膝の入り、もう素晴らしいですね。いいですね。これはあのノーマルジャイブっていうやつですね。悪いなくてノーマルジャイブ。セールのパワーもしっかり使った、えー、ノーマルジャブでぐッといい倒して、おお、いいじゃないですか。しっかりレール入ってます。おお、内径がしっかり取れてます。素晴らしい。 っていうところなんですね、えー。で、マストもスイッチもいいと。で、最後にセールを返す段階になってん、ちょっとね、後継気味になってきた。まあ、あの、ノーマルジャブなんでね、これも別にそんな悪くはないです。はい。で、ここで、ボードを回して足を返すっていうところですね。そこまで来てますね。はい。足を返します。うん、ちょっとこれね、ちょっと後ろ足にちょっと、えー、両足揃っちゃって、ちょっとこの段階でちょっとテールでね、キュッとこう。 手でキュッと押すような、ちょっとジャイブになってる。その辺がちょっと欲しいかな。で、ちょっとここでマストが、ちょっとこう、風上にちょっと倒れ気味になってるっていうところですね。ここが、えー、ちょっと、えー、厳しいとこかなっていうところですね。で、こうして、で、セール返すタイミングが、ちょっとこれ。ね、えー、クリューファーストによる。ブーメント上がっちゃってますね。はい。で、ここでこう、セールを返し、返します。お、これはまだいいところですね。で、ここで、 おっとっとて体に近づいて足を返して、ねえー、引き寄せてうーん返しますお体に完璧に引っかかったみたいなね <laughs> 感じになってます、えー、そしてうわー引っかかっちゃったみたいな感じで、えー、このままモセール返すことができなくなってチンって。 とこ,ですねえー、これね、最初のローマルーショ結構よくあるんですよね。私なんかも本当によくあるんですね、これね。で、明けくなすため、えー、返すときに、こう、ハーネスラインがねいやいや、服に引っかかっちゃったとかね、えーで、返そうと思ったら返せないとかね、そういうこともよくあるんですね。で、これをちょっと修正して、細かいところから、えー、修正。で、全体的なね、ちょっと流れをちょっと見てみますと、素晴らしいんですよ。ぐわっと来た、ぐわっと来た、ってたおっと。ね、最後だけなんですね。えー でこれ普段はね、段はね受注と、もっとうまくいってるんです。<laughs> 本当に綺麗にガーっていくんですね。これでもね、今年ん ?1 年ぶりのウィンドウとかって言ったのかな、えー、それなんで、ちょっとね、その辺の感覚がちょっとね、鈍ってるのかもしれないですね。で、まあ、本来はね、もっともっとそこのところ、パーンと返せるんですね。ただ、今回は返せなかった。でも、えー、ここ、対面コーチングで、ここ、なぜかっていう原因がわかれば、本来、えー、修正でき改善できるわけですね。 まあ学校の、ねえー、テストと違うんで、えー、学校のテストでじゃあ70点取った、えー、ってことは70点、おすごいじゃないですか、80点すごいじゃないですかっていうところなんですけど、残りの20点、間違ったところを教えてくれないですね、<laughs> 学校っていうのはね、試験の場合、えー。でも、それではその上の進化いかないっていうところなんですね。うまくいってあ、80点すごいですねって言われてくるけど終わっちゃう。でも、それでは、えー、進化しないんですね。だからそこで、残りの20点。 間違った20点を修正することによって次うまくいくんですね。次100点になるんですよ、えー。そういう修正の仕方っていうのはね、大切なんですね。だから、この、えー、どこを修正すれば100点取れるかっていうところなんですね。だから今回ね、わざとこう、えー、間違って、失敗してしまったっていうところを、えー、直していきたいと思います。そうすれば次100点に必ずなりますんで、えー、それがね、私の対面コーチングっていうところになるんですけどね。はい。で、これはもう素晴らしいんですよ。えー、膝の入り、ほら。 ノーマルジャグね、こんなすごいですよ、ほら。おお、で、ここでグッともう一回入れるっていうとこがね、おお入れたー、みたいな。もう手幅はいいし、内径はいいし、ね、レールの入りはいいし、すごいですよ。ほら、ここなんて完璧だねっていう感じ。全然、一言で、えー、実用と言っちゃうと、ここまでできてるんだったら、えー、実用と前さばきしちゃうよって話なんですよ。えー、本来は。 ここまでしっかりしたノーマルジャイブができて、レールが入りて、内イが取れてるんだったら、もう前さばきしちゃおうよ、というところなんですよ、実言と。この辺まで来たときに、ここでもセセル返しちゃおうよって、本当話なんですよ。この前で、前でポーンと。で、ここで実言と前さばきじゃなくて、セールにちゃんと風を捉えようとして、まあ、あの、 私がちょっと昔のジャイブっていうね、クリューファーストで安定させてからセール返すっていう、えー、ジャイブにどうしてもなりがちなんですよね。えー、じゃなくてもう、この時点でも返しちゃおうよと。この時点か、このぐらい。私はもうちょっと前なんですけどね。まあ、このぐらいでも返しちゃおうよって話なんですね、えー。ほら、ここまでまだ持ってるんですよね、えー。で、完璧にクリューファーストになって風を捉えてそこで返そうとする。っていうこと。 本来はちょっと戻りますけど本来ねここでグッと回して体を返す時にもう前さばきして返しちゃうそこがポイントかな、えー、細かい修正ポイントとしてね足のこう前足のストラップをこう抜いた時に後ろ足揃っちゃうっていうところあるんでそれを揃える前に体グッと先に入れ替えちゃうということがね本当は、えー、そのポイントもありますけども、えー、ここまで来てる方なんでも、ね、そういうの問題ない、えー 前さばきしちゃううよっていう本当は話なんですね、えー、ギュッときたねとたもうここで足を返す時に前足を前に出す時にもうここでポーンと前に前さばきをしてしまうっていうことが重要でこれ以上やとまたクリューファーストになってしまうのでマストが斜めにペール寄りになっちゃうそうすると返す時にグッと返して前に出す範囲がすごい広くなっちゃう 今のままだとこれ多分30センチ40センチ前に出されちゃない。この時点だと多分10センチ20センチで済むんですね。これが倍になってしまう。タイミングが遅れるだけで。そうすると体に近寄っちゃうんですね。実言うと。この後ね、体に近寄るので分かりますよね。これね。はい。ぐっと。ぎゅっと。ほら、近づいちゃった。だからちょっとこの、ま、遅いかな。 っていう感じ。これを早くすれば、文面が上がる前に、ちょっと上がった時点でパンって前さばきしてもらえれば、本来は本当にスムーズにいっちゃうんですね。こう引っかかることはなくなる。っていうことなんですね。だから、まあ、ここまでできてる方なんで、もう、グッと来て、こう足を返すときに、この時点でこの時点でも、すくっと前に、自分のこの目の前ですね。目の前にこれをクッとここに返す。クッと返したい。ここへ。 キュッとこのマストをキュッとこれ前に返して。っていうこと。それを意識するとね、えー、もっともっと良ければですね。あとは、こう、それに即して前に出すので、前に出したときにグッと体重心、前傾っていう。そこで前傾も一緒に取れるってこと。このままだと、これずっと後傾でセール返しますんで、なかなかうまくいかない。えー、セールが大きくなるばなるほどもっとひどい形になっちゃうんですよね、事実っね。えぇ、ー。だからここでグッと前へ。 この時点でこのマストをヒュッと目の前に出してもらう。ブーム点をもう離しちゃってね。マストで、ね、キュッとこう前へ。自分の目線の前に出してもらう。ということが、ね、重要になると思いますね、えー。そうするとね、これ簡単になっちゃいます。ここまでできてるんだったらもう前さばきしちゃうよって話なんですね。えー、グッと来て、ここでグッと。ギュッと。ここでキャンと返してしまう。ということなんですね。そうすると、 えー、もうここまでできてる方だったら、もうそれで前さばきで、スコーンって抜けていくっていうジャイブに今度変わりますよね、変貌しますよね。えー、で、それが一つの重要ポイント。あとはね、どうしても風がちょっと後半足んなくなって、クリオファーストになってしまったと。ね、えー、その時きに、えー、どういう修正の仕方かっていうと、あとはね、ここまで来たらね、もう、もうね、このマストでスライドをさせて、ね、近く持った方が楽ですね。えー、<laughs> そして返すっていう形になると、思っていきて これ実は手、多分ね、これ、先ほどスライドして持ってないんで、ここで手がもう引っかかっちゃって、体がこっちに寄っちゃうんですね。これが、マストの手を、ちょっとこう、マスト売りに寄ってみると、体がちょっと頭1個分、こう、こっち側に出,出やすいんですね。手がこっちに来てるんで、手が今、ここだよ、多分ここですね。ちょっと見えてますね。ここなんで、体が寄っちゃうんですよね、マストにね。でこれを、マスト入りにスライドして返してあげれば、体が少しこっち、頭一個分。 そうすると体に引っかからない。っていうこと。えー、これはね、えー、この、えー、普通にクリューファーストでセール返すときの修正法ですね。本来はね、もうここまでしてるんで、マスト前さばきで、キャッと前に、えー、先ほどのタイミングで返せばいいっていうところになるんですけども、えー、もしクリューファーストになってしまった場合だったら、手をスライドさせて、マストの近くに寄せしてそうするとほら、この位置。で、ここでね、 スッ、えー、とスライドしたとえー、ここの懐がね、すごい広くなるんで、スッと前に返せるようなんですね。えー、そこかな、えー、もし、えー、修正、このままのクリーファースで修正するとしたらっていうところですね。えー、あとは、えー、あとは、えー、この体が引っかかる原因、もう一つの原因として、えー、前さばきしないとすると前足、返した前足がちょっとジョイントの前すぎですね、これね。 えー、そうなっちゃったのかな、自然とね、久々にやったんで、えー、普段こんなことないですけどね、えー、これあの、ジョイントのかなり前に足を置いちゃってるんで、もう、体のこう、なんてうんだ、重心が、えー、マストの方に来ちゃってますんでね、足を置いた位置そうすると、これ、返した時に、体に、前の膝に引っかかっちゃいますね、これね、えー、これが、じ、え、ゅ、ー、と、ジョイントの後ろ、もしくは、本当にギリギリ前ぐらいだったら、多分引っかかんないですね。 えー、それも一応原因は原因です。だから足を返した時の足の置く位置っていうのをね、えー、これ多分ね、久々にやったからかな。<laughs> もうかなりね、えー、私がちょっとこう、あの世界一のジャイボーカーなんかでね、しっかり練習してますんで、えー、すごいうまくなったんですよ。で、普通にガーンっていけるようになった。まあ修正してね、えー。でも、まあ1年ぶりぐらいじゃしょうがないかなって感じですね。えー、すいませんね、わざとこういう動画を使ってしまって。 えー、うまくいくときにガンガンうまくいくんですけどね、えー。でもこういう失敗する方も結構多いんですよ。足を返したときに足の位置が前すぎとかね、えー。この辺もやっぱり重要なポイントになる。ね、だからこの辺は MTT イメージトレーニングで足を返したときのジョイントの置く位置っていうのも、これ MTT イメージトレーニングで形を作ることができるんですよね。えー、だからその辺の形を何回か作るだけで、えー、本来の姿にすぐ戻ります。えー、そういうことですね。はい、ほら、完璧に。 ここがもう引っかかっちゃってですね。もうね、足がちょっと前すぎ。これ本来足がここにあればこれ引っかかることはないわけですね。ええー。だからこれはクリューファーストにもし、ええー、セール返した身がちょっと遅れちゃって、ああ、まずいなと思った時には、えー、そういう修正する方法があります。これをマストでをここに持ってもらって、ヒょッと前に出す。そうすると、ええー、楽ですね。ええー、体にあんまり近づきすぎない。ね、これだとね、ほら、体に近づきすぎちゃう。 であとは足の位置。ここがね、クリューファーストになった時のセール返すタイミングの修正点です。まあ、あのー、ね、どうしても前さばき嫌いな人もいますからね、えー、私は前さばきじゃなくてもっと安定したジャイルっていう人は、えー、この足と、えー、手のスライドっていうところをちょっと意識してもらえるといいと思います。どうしてもクリューファーストになった時にセール返す時に、マストでちょっと近く持てないとすっごい大変なんですね。えー、よっぽど慣れないと遠くでパーンって前にさば、えー、けないんですね。返す時にね。えー まあこれが40とかだったらね、結構4045だったら結構簡単にさばけるんですけども、ちょっとセールが5点台、5点台中盤ぐらいになってくると、なかなかこれがさばけなくなってくるっていうことになってきますんで、その辺をちょっと修正してみてください。本来私が進めるのは前さばきしちゃおうっていうのが一番進めるんですけどね、ここまで来てたらもう完璧に前さばきしちゃいましょうみたいな感じなんですよ。ノーマルジャブ、綺麗なジャブですよね。ここでね、おここできた。ここでポーンって前にさばいちゃえばいいですね、え。ー 前さばいましょう、ね、<laughs> 前えとか全然楽だと思います前さばきちょっと練習しちゃいましょうカッとね先ほどのタイミングで前にカッと前に出せばいいだけですあとはもしクリュファーストになってしまって安定させるとなったらセール力返す時にマストではちょっとスライドさせて足を返した足の位置をもう少しこうジョイントの近くに置いてあげるっていうことがね え修正すするポイントです、えー、今回のポイントですね今回の対面、えー、ジャイブコーチングのポイントはもう本来、えー、私が進めるのは前さばきの練習しちゃおうっていうところです、えー、そこがね、えー、私今回おすすめですねこの対面コーチングとしてもうこの方だったら前さばきしちゃおうでもし前さばきがね、えー、あんまり好きじゃないと安定したジャイブが好きだとしたら、えー、マストでのスライドと足の置く位置返した 足の位置をちょっと意識してもらえばすぐに治ります、えー。で、元通りに戻ります <laughs> っていうとこです。えー、でもこれを見てね、えー、最初の頃はね、なかなか前さばきできないので、えー、こういう形で引っかかってしまうっていう方も結構多いと思うんですけども、その時の修正点は、えー、マストで足を返す位置っていうとこが、えー、重要になります。えー、本来ね、えー 何回も言うようですけどね、前さばきでバンバン練習しちゃった方がジャイバ簡単です。余計な動作が全然なくなってきますので、えー、余計な動作が2つ、3つ減ってくるっていう。そうするとスムーズになる。そして前傾の練習ができる。内傾から前傾に持っていく、その形の練習ができるんですね。前さばきをやると。そうすると重心移動ができるっていうことなんですね。ジャイブの3大要素、スピード内傾体重との重心移動がしっかりとできるようになるっていうのがこのマスト前さばきっていうところの練習なんですね。えー 実は足を返しちゃえばね、そのまま重心移動できるんですね。足を返さずに、本来の自分の重心移動っていうことを意識して練習することができるっていうので、前さべきっていうのはやっぱり、えー、素晴らしい、えー、ジャイブの、えー、方法なんですよね。えー、ということです、えー。本日の対面コーチングは、えー、ポイントは、前さべき練習しましょう っていうところです、えー。そこがね、私の、えー、最大のポイントで、おすすめポイントとなってます、えー。本日も動画解説見ていただき、聞いていただき、本当にありがとうございました。じゃあ、早速イメージトレーニングして、マスト前さばき、やりましょうっていうところです。えー、そうすれば必ずあなたのジャイは進化して、止まらないから加速っていうところにね、どん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 進化してもらって、頑張って練習していきましょう。本日もありがとうございました。